ちょっと前なんですけど、書籍のサイン会発表した時ぐらいですかね。ツイッターの DM だったかリプだったかどっちか忘れたんですけど、この前の握手会で服がちょっと生乾きの匂いしたから気をつけた方がいいですよって来てたんですよ。僕サイン会とか4年くらいやってないんですよね。誰かと間違えてるのか、4年前本当に臭かったのか、それともどっかで会ったリスナーさんがくっせと思ったのか、怖くてこれ誰にも言えませんでした。なんで当日びっちょびちょの全濡れで行こうと思います。全国の特命さん、こんばんは。深夜の放送部ことタックです。よろしくお願いします。さあ今日なんですけど、先日リスニーさんからこんな DM 来てました。タックさん、こんばんは。こんばんは。最近 YouTube ショーツ見てたら面白い動画見つけました。それがキム・ジョンウンが兵士に礼をしてしまうっていう動画です。でこの動画のコメント欄では、影武者が間違えて礼をしてしまったんではないかと言われていたんですけど、実際影武者って存在してるんでしょうか、気になります。よかったら動画にしてくださいということなんですけど、こちらリクエストありがとうございます。まあこれ簡単に言うと、あのキム・ジョンウン総書記が部下に敬礼なんかすることはありえないってことですね。だからあのキム・ジョンは影武者だろうってわけなんですけど、いやいや、ただ成長したっていう説もありますよ。ちょっと実際の動画見てみた方が早いと思いますね。こちらご覧ください。一瞬ですね。なんかこう、おうみたいな感じにも捉えられるというか、ちょっと判断しづらい感じでもあるんですけど、ただ実際キム・ジョンウンの影武者に関しては日本でたびたび話題になってますよね。つい最近も見かけたんですけど、これ比較画像ですね。まず初めに2018年がこちら、柄悪いですけどね。次の2年後が2020年ですね、こちら。おう、まあ2年間でだいぶふっくらされたって感じですけど、顔つきとかね、表情もそうなんで、まあ2年ぐらいだったらこれ全然ありえるのかなと思うんですけど、その1年後の2021年こちら、これ全然違いますね、これね。人相から全然別人のような気しますけど。なると今日はですね、長距離弾道ミサイル全振り男、もう飛ばすなよとおなじみ、第3代最高指導者キム・ジョンウン総書記の影武者説についてお話していきます。じゃあまずそもそも影武者って何なのかについてなんですけど、敵を欺いたりとか、いざという時の身代わりにするために大将とか主要人物に似せた服装をさせておく人のことを言います。この影武者の歴史ってのはもう古くからあって、諸説はあるんですけど、戦国時代には身代わりだけではなくサポートをする存在だったとも言われています。例えば有名な方でいくと、武田信玄の弟武田信門って言うんですけど、その姿が兄とそっくりらしいんですよ。なので兄の影武者を務めたって言うんですけど、武田信玄ってのはまあ文化人でもあったんで、信玄が残した和歌の作者っていうのは実は弟の信門だったんじゃないかって言われてるんですね。他にも1615年大阪夏の陣ですね、家康を追い詰めて活躍した真田幸村なんですけど、戦場の四方八方に六門線ですね、あの有名な旗を掲げた影武者を何人も用意して、敵兵がどこに幸村がいるか分かんないみたいな、そういった混乱状態になったと言われています。っていうのもですね、昔は兜とかで顔が見えなかったってこともあって、その格好で影武者を作るっていうのが簡単にできたっていうのも誕生のきっかけだと言われています。このように影武者という存在は昔から日本でも知れ渡ってはいるんですけど、昨今になってこれが注目され始めたのが今日の本題でもありますキム・ジョンウン影武者説ですね。この憶測が広まったきっかけっていうのが、先ほどの最後の画像なんですけど、これが2021年の9月ですね、建国73周年を記念して行われた軍事パレードの時なんですけど、いやもうなんか誰みたいな、違う人だよねみたいな、もう10キロから20キロぐらい痩せていたんですね。ここの考察としては、コロナワクチンの副反応で体重が減ったとか、ただダイエットに成功したとか、あとはこうよう見てみろと、昔ほど刈り上げじゃないっつったの、まあ、それで印象変わったから別人に見えてるだけっていう意見があります。ただ他にもですね、騙せない部分としては耳の形ですよね。過去の画像と比べてみても耳の形は一緒なんですよ。あとは右眉の上のおでこの部分に傷みたいな一本紙はあるんですけど、よく見てみると同じ場所にあるんですよね。カメラなんで撮ったかっていうのも多分だいぶ関係してくると思うんですよね。広角だったのか望遠だったのかみたいな。だからこうちょっと映り悪かっただけで、昔と変わってない同一人物であるんじゃないかとされています。ただこれだけじゃなくてですね、一方で、ね、この1年前ですね、2020年の4月頃、キム・ジョンウン氏の消息が20日間ぐらい途絶えたことがあったって知ってました？この事件名、キム・ジョンウン総書記消息不明っつって、早口言葉みたいですけど、日米韓3カ国のメディアが消えたぞっつって大騒ぎになったんですよ。死亡したとか、コロナにやられたとか、いろいろ言われたんですけど、結局はのこのこと普通に出てきました、ね。他にもですね、影武者有力候補説としては、これが脱北者の男性が韓国メディアを通じて証言したという記事なんですけど、キム・ジョンウンの代役っていうのが10人いると言われています。彼は最高指導者の特別警護にあたる超エリート部門に所属していたらしいんですけど、この部隊の傘下にですね、大学研究所っつって、いかにもソーダル的な場所があるらしくて、ここっていうのが、まあ、整形術とか化粧術とか偽装技術っていうのが世界でもトップクラスと言われています。常に十数名の影武者っていうのが用意されてて、もう軍部隊の訪問とか地方視察とか、もう行事ごとに同行してるそうですね。っていうのもやっぱ実際世界的に見てもどっから命を狙われてもおかしくないというところで、まあいて当然っちゃ当然なのかなとも思うんですけど、他にもですね、影武者説がささやかれてる世界の人でいくと、まずプーチンさんですよね。これもずっと言われてますね。皆さんご存知の通り、現
ロシアの大統領なんですけど、顔を似せるために整形手術を受けてる人が 2,3 人はいるとされています。ここ最近ですね、とある番組でロシアの国家保安委員会 KGB にいた元職員さんのインタビューでその方が答えられてたんですけど、ある年の海軍の日の記念式典の時、この前日にパパラッチが撮影したとされてる動画っていうのを公開されたんですけど、そこには夜の川辺で顔の右側らへんにたかった顔をですね、左手で追い払うプーチン氏の姿が映ってたんですよ。っていうのも、実は彼って歩く時右腕を振らずに胸のあたりに置いて左腕だけを振るっていう習慣があって、これが一時期パーキンソン病とか何かしらの重病を患ってるんじゃないかと言われていたんですけど、実はこれ KGB 時代の名残で、いつでも右手で銃を出せるような歩き方ではないかと推測されました。ほわ、ちょっと話戻して、次の日の式典で前日よりも20歳くらい若く見えるプーチン氏が右手を使って署名する姿っていうのが確認されたんですよ。だから右手を使ってるって時点で前夜の姿っていうのは本物で、式典は影武者だったんじゃないかと推測されています。ここからはちょっと全然噂程度なんですけど、ポール・マッカートニーですね、これビートルズのメンバーの一人、噂が実は1966年車の事故ですでに亡くなっていたと。でそれ以降はそっくりさんが替え玉をしていたという説があって、これがなんかアルバムのカバー写真とか過去のテレビ映像とかいろんな憶測飛び交ってるんですけど、アルバム収録曲のストロベリーフィールズフォーエバーの最後の方に I buried Paul って私はポールを埋葬したっていう声が聞こえるっていう話があります。ただ1969年に公式が完全に否定しました。でやっぱ影武者は日本では全然聞かないよなと思って、日本でもいないのかなと思ったらね、奇妙な噂がありましてですね、それが背負い投げとおなじみ IKKO さん、これは君の名は的なことなんか分かんないですけど、 IKKO こと豊田和幸は2017年10月24日から28日の間に全くの他人と入れ替わってるっていうね、張り紙がですね SNS 上で拡散されて話題になりました。何これ、これ入れ替わってたとして広めてどうすんのって感じですけど、まあただですね、この世には自分とよく似た顔の人が3人ぐらいいるって聞いたことないですか。実はこれ科学的に証明されてるんですよね。っていうのも、そもそも人間の顔のベースとして顔の特徴を決める遺伝子 DNA の数っていうのは決められてるので限界があるんですよ。ただ不思議なのが DNA だけではなくて生活習慣まで似るってことが分かってます。これがスペインのホセ・カレーラス白血病研究所のチームがですね、生まれも育ちも全く違うそっくりさんを集めて身体測定とか経歴、日常生活に関するアンケート、唾液の DNA 解析を実施した研究なんですけど、32組の被験者のうち9組の18人がですね、身長、体重、利き手、血液型、学歴、メガネやペットの有無、喫煙や飲酒の習慣とかの共通点が見つかったんですよ。まあほとんど2分の1ぐらいの質問ばっかなんですけどね、まあ、さらに血統的に近くですね、民族が同じなら似る確率は高くなると言われてて、これどういうことかというと、日本人である僕らの場合だと、まあ、当たり前なんですけどアジア系の方に似てる人がいるっていう可能性なんですけど、ただ日本人だけにもし絞ってみた時ですよ、街中で出会う確率ってのは相当高いんですよ。実際計算すると、まあ、今の日本の人口大体1億2000万人 で毎日1日に出会う人の数、すれ違うだけを含めても200人ぐらいいるとして、その中に自分と同じ顔の人が2人含まれてる確率ってのが 200×2÷1億2000万で33万分の1になると。これだとまだ低いんですけど、これを年間で考えてみてください。すると大体1年間に遭遇する確率ってのが900分の1ぐらいにまで上がるんですよ。だからもしドッペルゲンガーってあるじゃないですか、自分と似てるやつで出会ったら死ぬみたいな、あれが本当であればですよ、年間大体14万人くらいが死ぬことになってて、日本人の死亡原因第3位にこのそっくりさんが食い込んでくるんですよね。そう考えたらドッペルゲンガーはありえないかもしれないですね。ただ一個話で、全く同じ格好した自分に会ったことがあるというリスナーさんがいて、もうお互いにお互いの全身を見ても上から下まで舐めるように見てびっくりしたって言ってましたね。向こうもびっくりして立ってたんで、もしかしたらこの趣味思考にいるのは本当かもしれないですね。はい、だいぶ話ずれたんですけど、もしキム・ジョンに影武者がいるとしてですよ、何か国内で反乱が起きてキム・ジョン暗殺するぞってなって、ただ暗殺したと思ったらそれがあと十数人いるわけでしょ。なかなか絶望ですよね。そう考えると、こう権力が一つに集中してるような国であればあるほど影武者っていうのは強力になっていくんじゃないかなと思いますね。ただやっぱ影武者も元は一人の個人ですからね、急に今日からお前はこいつになれって言われてもちょっと何言ってるかよく分かんないですよね。もしあなたがですね、明日から誰かの影武者になれるとしたら誰になりたいでしょうか。ぜひコメント欄で教えてください。はい、ということで今日は以上、動画の感想とコメント欄までお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。おやすみなさい。